皆さんこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスターレッツゴーエブイで第3回目やっていきましょうかね。さあ今日はね、時輪の森からです。時輪の森ね、虫ポケモンがいっぱいいるところなんですけど、ちょっとここでねやっていこうと思います。待て、おっと、これは誰が出てきた女の子で、そうです、私ちょっとね今回ジョイコン2つ持ちです。こんにちは。友達と虫ポケモン取りに来てるんだ。ポケモン勝負したくてみんなうつうつしてるよ。あ、そうなんだ。よし、じゃあちょっと一緒に行こうか。これ両方とも俺が操作しなきゃいけないから大変なんですけど。さあ、なんか絡まれたぜ。おい、あんのが、よし、君はポケモン持ってるな。勝負しようぜ。さあ、やるか、バトルだ。ぬ。虫取り少年の新一。え、こっち二人やけど、どうすんの？いいの？さあ、新一はキャタピーを送り出した。え、こっちどうする？2匹出す、2匹。え、待って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 、それはかわいそう、かわいそう、ちょっとは、え、ひどい。え、じゃあ戦うけど俺、体当たり。ちょっと待って、 2P 体当たり。え、そういうことする？おらー、こらっても言ったれ。おらー、俺はポケモン2匹使うぞ。俺らち2人やからな、お前は1人やけど。ちょっと待って、これはちょっとあかんやろこれ。このね、ジョイコン左手にね 1P、 右手に 2P っていう風にするとね、こんな感じで戦えるっぽいですね、皆様。やばいやろこれ、負けたー。よし、じゃあちょ、すいません、これやっぱ強すぎるのでなしにしましょう。これでポケモン捕まえるところでどんな感じかだけ見るか。とりあえずポケモン捕まえるときには2人いるとどうなるのか見てみましょう。モンスターボール2個投げれるのかな、もしかして。ビッて投げる。いや、野生のビートルだ。さあ、木の実はバックから選んで使えるよっていう。ねえ。さあ、構えて。えい。あ、ダブル投げ、どうなんだこれ。この2個消費してんのかな、もしかして。よし、ゲットー。謎や、これ。俺が先だ、俺が先や、私が先っていう感じで投げるんでしょうかね。ちょっとよくわからないですけどね。新しいポケモン、ワンショット、テクニックスロー、グレートスロー。ね、いい感じでもらいました。レベルアップ、みんなおめでとう。これ、捕まえた方が経験値高くない？さっきから比べると。こんな気しない？だって、さっきコラと倒してレベル9、いや、9しか経験値もらわなかったじゃん。20もらったもんね、今。さて、頭に鋭い針を持つ。森や草地の茂みに隠れ、葉っぱを食べてるぞっていう。葉っぱ食べるポケモン。よし。じゃあ、ちょっと片手に戻しましょう。どうやって戻すんだろう。はい、ではやってきましたね。なんか消し方わかんなかったからね。一回リセットして再起動してきた。ねえ、どうやって2人から1人にするんだろうな。わからないですけど、やる方はね、注意してみてください。なんだこのポッポ。え、ピカチュウ今いた、ピカチュウいた。え、ビッグ大きい。あ、大きいとかやるんだ。ね、えい。さあ、大きいピカチュウもいたんですけどね、なんかちょっと残念。そうか、常盤の森にはピカチュウがいるんだよ、そういやみんな。ね。うまい、グレート、うまくれーっていう。どうだ、いい、ダウン、ゲッテー。これ、ズリの実あげた方がいいのかな。ねえ、ズリの実。これ、ポケモン GO あんまわかんねえからさ。よいしょ。さあ、構えて。えい。わお、行き過ぎた。飛ぶのなしにしてくれ。ポッポね、もう持ってるんだけど、大きいの方がいいのかな。強いのかな、大きい方が。ちょっとよくわからないですけど。さあ、ポッポ捕まえた、やった。はい。さあ、とりあえず経験値38ももらった。めっちゃもらったんだけど。口臭いレベル6だって、おめでとう。ニドランゴスー、オニスズメー。よし、オニスズメいらんけど、オニスズメ外そうかな。さあ、ポッポ、うわ、でかい。え、なんかこれさ、ポケモン今回なんか大きいポケモンとかあるのかな。さ、ピカチュウ、今待って、不思議そういなかった。え、待って、不思議そうじゃん、不思議だね、だごめん。あ、メスピカだ、しかもメスピカ絶対欲しい。不思議だね、欲しい、だねだね、不思議、不思議。よし、さあピカチュウ、俺はお前をもろたる。いや、あ、ピカチュウ何耐えたりしてきたこいつ。おい、ピカチュウ、俺のピカチュウはそんなことしない。エクセレンツ。さあ、どうだ、エクセレンツ、エクセレンツ、ザイタラは見事やった。いや、嬉しい。嬉しい。やった、ピカチュウもろった。経験値61ってやばくない？
え、もらいすぎ芸人ケンチ。めっちゃレベル上がったんだけど、これ。ありがとうございます。イエーイ。ちょ、待って、これポップも変えとくか、もう。ねえ、まだ序盤だからさ、あの、聞くでしょ、いろいろと。よし、さ、レッツゴー EV なんですけど、ピカチュウ捕まえたんだけど、ちょ、待って、ほら。え、すげえちっちゃい。フシ、これ欲しい人。誰、フシ。え、ちょ、マジお前ゲットできんの？不思議だね。嘘やん。野生で折れてやまない、これ。ねえ、使おう、ズリズリしよう、ズリズリ。ねえ、君とズリいたい。はい、ズリズリ。さあ、行きましょうか。痛い、鶴の鞭。殴ってこないで。いや、今エクセレントでしょ。なし、今の。判定なし。頼む。うわ、出てきたよ。惜しい、あとちょっとだ。えい。いや、ダメ、下手くそすぎる、俺。ちょっと、一瞬無言になっちゃうよね、ここ。来い。おー、来た。やった、不思議だね、やったね。よし、レベルアップ。ポケモン入れ替えたい。今逃げられるかなと思ってさ、捕まえに行っちゃったんだよね、ポケモン変える前に。まあでもこれで、だね。不思議だね。そうだね。めっちゃなんかいる、この辺、ポケモン。やばい。さ、入れ替えできるのかな、ここで。このゲーム、ポケモンボックス。うわ、マジで入れ替えできそう、これ。え、すごい。え、入れ替え、あ、できた、ほんとに。え、草タイプもういらないんだけど、2匹も。口臭い首かな。とりあえず、こんなもんでいくかね。ポッポがでかいポッポいるんで、ちょっとでかポッポにしときましょう。でかい方がなんかいいとかあんのかな、わかんないんだけど。ね、体が丈夫だ。ね、うん、ビッグサイズ。ピカチュウもビッグサイズだよね。でっかいピカチュウ。ちなみにちょっとね、ついで見ちゃおうぜ。EV 体重6キロ。6キロ頭に乗せて腕に乗せる。筋肉ですごいですね。さあ、コクーンがおるな、コクーン。ね、捕まえとく位置よ、コクーン。なんかちっちゃいサイズっぽいし、これ。ね、青は多分ちっちゃいだと思うんだよね、ほんと。あ、出た、スモール小さい。だよね、ちょっと捕まえちゃおうか、これ。ね、この辺かな？うわっ、分かってきた、俺。もうポケモンマスターって呼んで、俺のことみんな、これで。ポケダラーン。ゲッチ。よし。やっぱエクセレントが捕まえやすいとかありそうだよね、なんか。ズリの見せ節約できそう。待って、経験値やばくね？待って、経験値。290って何これ？狂ってんだろ、これ。レベルみんな上がりすぎやって、それ。すげえ。ちょ、待って、これ。え、二度蹴り覚えたの？泣き声忘れるか、じゃあ。やった。やべえ。さあ、白ボタンは二度蹴り覚えた。やった。いや、レベル上がりすぎや、みんな、これ。まあ、戦闘はすごい楽そうだね、これ。やったわ。口臭い。口臭い首候補になってきたぞ。だねだね、不死。あれ、俺入れ替えたと思ったんだけど、ポケモン入れ替わってなくね？なんで？あれ？二度蹴り覚えた？君も覚えた？二度蹴り。ねえ。じゃあ、二度見つける。なんか、決定ボタンみたいな押してなかったのかな？もしかしたら。ね。切ない。せっかくこんなレベル上がったのに、結局それ意味ないんかいってやったらすげえ落ち込むよな、ほんと。今俺ちょっと、泣いてる今。ね、悲しみに明け暮れてる。さて、まあいいや、とりあえずゲットしたポケモンはコクーン。ね、サナギポケモン。自分でほとんど動かないが危なくなると針を出して毒を与えることもあるらしい。超ちっちゃいポケモンです、多分。よし。さて、ちょっと入れ替えますね、もう一回。くそー。なんで変わってなかったんだよ、ポケモンボックス。ほら、変わってな、あれ、変わってる？あれ？あ、待って、これ手持ちに入れるってやらないといけないんだ、これ。並び替えるじゃなくて。ね、そういうことか、これ。手持ちに入れるってしないと、あの、反映されないんだ、これ。ちょっとレベル平均下がっちゃったんですけど。ね。いっか。なるほど、そういうことが理解したわ。あ、ねってやつ。わ、キャタピーいる。ね、ちょ、ポケモン捕まえすぎて進まないんですけど、皆さん。あ、すげえ、さあ、キャタピーゲットー。まあ、ちょ、捕まえたとこはちょこちょこカットしてね、言っていきたいと思います。じゃ、普通に楽しいのでね、ちょっとご了承ください。やべえ、面白え。
意外とこのシステムね、ちょっとどうかなって思ったとこあったんですけど、図鑑を読み損ねた、ごめん。もう一回見ましょう。頭の先にある触覚に触れると強烈な匂いを出して身を守ろうとする。え、あそこ臭いの触覚って。勉強なるな。臭いのやだな。何、またつぼみがなんか見つけた。どうした、眩しい日光浴かお前。うん、ねえ、日向ぼっこしてる。なんだか気持ちよさそうだ。そっか。よ、戦わねえ俺と。あれ、ポケモン取ろうとしてモンスターボール投げたらすぐなくなっちゃった。多めに持っとくといいよ。そうだよな、買っとかねえとな。強いポケモンいてさ、何回も何回も投げなきゃいけないってことあるもん。え、君可愛くね。こんにちは、お嬢さん。何、不思議な手で出るんですか。出たよ、俺持ってるよ、見せてあげようか。オッケー、勝負だ。さあ、ミニスターズのミク、勝負仕掛けてきた。ミクちゃん、ニドラメス。よし、ノーマルタイプだよね。いけ、勝負さ。いや、すげえ男らしい声出したね。えいっていう。いけ、ニドゲリー。格闘タイプや。効果はウルトラ抜群ですか。え、違う、抜群じゃない。毒入ってたか分かんない。今一つやんけ。引っかく。毒か、こいつ。やめて。よし、じゃあ体当たり行くか、普通に。くれ。おい。うわ、キック。いいね、ご苦労。炎タイプのポケモンがちょっと欲しいよね、今後は。もう、話聞いてくださいよ。あ、モンスターボール3個。カツアゲ？敵倒すたびにカツアゲするんだね、このゲーム。不思議だねって見たって友達言ってた。ねえ、図鑑には載ってなかったって。図鑑載ってないこともあるんだ。取り扱いしたジョイコン振れば友達と遊べるよっていうね。オッケーオッケー、知ってる知ってる。やってみたもんね、さっき。さて、虫捕り少年がいるなぁ。ポケモンちょっとね、まだつぼみ可愛いんだけど、やっぱ連れていくのピカチュウにしようか。ピカチュウ。ピカチュウ。やばい、レッツゴーピカチュウ EV だよ、これマジで。どうするよ。おーい、ポケモントレーナーだな。勝負は勝とられないぜ。ひどい話だよな。でもカツアゲされるよ、俺に。大丈夫？ねえ、おう。おう、兄ちゃん、モンスターボールくれや。よし、さあ、おさむくんの勝負だ。ほくん。やべ、コクン勝てんだよな、ほんと。しろもさ。よし。さあ、タイプ1のノーマル技が多分効果抜群の時以外は効くと思うので。ね、基本的には体当たり。ほら。いいね、硬くなる、硬くなる。すごい。よし。コクン進化したら強いからな、虫ポケモン。で、今作って図鑑完成させるの多分簡単なのかな。でも交換しなきゃいけないのかもしれないけど。多分簡単だと思うからね、なるべくいい感じに目指していこうぜ、完成近くまでは。さあ、不思議なでレベルアップ。よし、あれ、もうポケモンないや。36円。そして、モンスターボール3個。カツアゲやで、それ、本当に。怒られへん？ねえ、親御さん怒ってけへんかな？心配やわ、ほんま。さあ、ピカチュウかわいい。さて、あ、ちっちゃいやつ、あ、で、なんか足元にいたポケモンが。はい、ゲット。まあ、サクサク行こうぜ、この辺は。キャタピーちゃーん。かわいい。キッキンチ18。七の実。木の実もらえるんだよ、いいね、ほんと。よし。またな、2連続成功中。何連続にって。なんか連続でポケモンを同じの取ると、なんか効果が起こるみたいなのがあんのかな。ちょっとよくわかんないですけど。で、かわいい女の子。こんにちは。モンスターボール投げるコツ知りたい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 。俺もうなんか無駄にすんね、何個かウェッウェッ。あれってなくなってんのかな、モンスターボール。多分減ってんだよね、数的には。忍ぶ忍ぶちゃん、ポッポッポ。ピカチュウ出したかったな、こういう時に。いけ忍ぶさ、かわいい。声驚くらしくね。てかレベルが高すぎる、もう忍ぶさ。いや、これ今回ね、レベルがね、もう想像以上に上がる。ポケモン捕まえすぎたら。ほどほどに捕まえましょう。とりあえずストーリーでは。ね、やっぱり気に入ったポケモンとか捕まえたことないポケモン中心に、なんでそこにいるの？あ、まだつぼみだ。口臭そう。はい、ゲット。ね。よいしょ、ケンケンチ、おいしい。ウォー。これ、あえて、適当に投げて、経験値少なめにやった方がいいかもしれないかも。マジでレベル上がる。引くほど上がるもん。よし。ボックスしよう。ボックスどれくらい溜まったのだ、ほんと。わかんねえ。よし。さあ、もうゴール臭いぞ、これ。
あ、トランセルだ。トランセルってまだ捕まえてないよね。キャタピーの進化系なんですよ。捕まえましょうか、せっかくなので。まあ、キャタピー進化させたらええやんって話ですけど。よし。さあ、ちょっと捕まえましょうか。えい。あ、今のダメなの？真ん中に行ってなかったんだよね、今のが。ちょっと強すぎたかな。うわっす、オッケー。うん、弱いポケモンはすぐ捕まえる。え、これサファリパークとかどうなるんだろうな。ミニリュウとかケンタロスとか欲しいんだけど、俺手持ちに入れたいよね、初代だったら。初代ケンタロス、フーディンとかね、が強いんですよ、確か。ミュウツーミュウツーとか手に入んのかって話だけどね、ちょっと欲しいよね、なんかサモンサーボール。虫寄せコロン、虫が寄ってくるのかな。やっぱ草むらでエンカウントが発生するっていうのはなさそうですよね。なんか敵がちょこちょこいるっていうか、出てくるっていうか、そんな感じですかね、こんな風に。おっすー、やんのか、こら。ちょっと待ったー、どこ行く。さあ、もうこれ時矢の森がそろそろ抜け出せそうですね。ゴールが近い。恐ろしい。さて、達彦。なんだこいつ、トランセルー、硬いでもさ、俺思うんだけど、俺このクオリティでさ、あの人影とかさ、あのゼニガメ不思議だね、連れていける普通のやつもやってみたいと思わないね。かわいい。でも多分ポケモンね、また新しく出ると思うよ、すぐスイッチ。だってこうやってグラフィック作ってるからさ、ね、次回作も多分このグラフィッククラスで、新ポケモン出んじゃねえの、全ポケモン。もう900匹ぐらいいくよね、ポケモン多分。やべえ覚えらんねえ全然。さあ、デカトランセルもスルーしましょう。でかいから捕まえろってこともなさそうですもんね。さて、こんにちは、警察？違う、誰だこいつ。 CP が高いポケモンほど戦闘能力が高いんだ。いやー、いろんな能力を合わせた総合的な数値らしいぞ。ねえ、 CP 道路のあちこちに細い枝の木があったろ。ねえ、ヒズ。ねえ、ケサギリ。えっ、居合切りじゃなくてケサギリなんだ今。へえ。え、これポケモンが覚えるんじゃなくて自分が覚えるんじゃねえかな、もしかしたら。さて、ここは草むら。ん？ピカチュウだ。かわいいピカチュウ。日差しが暖かくて気持ちよさそうにしてる。ピカチュウと遊ぶとかいうものないの？レッツゴーピカチュウやれ。あ、ちょうどよかった、出た、ヌペペッチョ。どうした、ヌペペッチョ。だいたら、この町にはポケモンジムがあってさ、ものすごく強いジムリーダーと戦える。ジムリーダーは手強いけど、強くなりたいなら挑戦しないといけないぞ。えい、ぽっぽいぽい、白坊さんも戦いたいな。ねえ、よし、俺からの応援の気持ちだ。何？お金？傷薬くれた、いいやつだな、お前。ありがとう。これまで貯めた賞金でダイダラの分も買っておいたんだぜ。ええやつや。お返しするからな、今度。ジムリーダーに勝てれば一人前のトレーナーだぞ。頑張れよ。ヌペペッチョも頑張れよ、じゃあな。いいやつすぎて震えてもうた、今。お得な掲示板、手持ちのポケモンを戦わなくても、権限値が入るよ。ちょっとにも顔出せば、多めにもらえるんだ。あね。ニビシティは虫取り少年みたいな、ただで趣味のポケモンやってる人たちばかり。ニビのポケモンジムのタケシは違う。タケシなんだ、やっぱに、ジムリーダーは。お小遣いは大切に使うのよ。で、モンスターボール生きがいするのも楽しいわ、っていう。生きがいするか、後で。どうした、ピカチュウ。かわいい。体を伸ばしてリラックスしてる。でもピカチュウちょっと邪魔やで。うん。はい、ドア開けて。こんにちは。お座り。するの、お座り。お座り。俺が座っちゃうから。バウバウ。暴れてる。こんにちは。うちのポケモン、よそ者だから気難しいよ。よそ者ってのは、人と交換したポケモンだよ。育つの早いか力ないトレーナーの言うことは聞かん。バッチさえあれば。そうだよね。他の人からもらったポケモンはね、経験値多くもらえるんだけど。自分のバッジがないとね、言うこと聞かないんですよね。早くバッジ欲しいな。さあ、とりあえずポケモンセンターで回復するか、ピカチュウ、ごめんな。楽しい。じゃ、ピカチュウ入るぞ。ねえ、かわいい。ラッキー！ラッキー話しかけてもなんもない。ラッキーは被ってないんだ、頭に。ねえ。よし。さあ、メンツこんな感じ。結構いい感じじゃね？うん。まだつぼみさえ外せばいい感じやね、口臭いだっけ。あいつなぁ。まあ、間に合わせや。お一人様一つ限定、ニビアラレ500円だよ。あ、欲しいです。じゃ、買います。毎度ニビアラレ
1日1回だけなの？もっとちょうだい。1日1個限定だよって。うわー、もっと欲しい。何してるの？ポケモン交換してるの。ピカチュウ2匹いるから交換してもあげてもいいよって。俺も持ってるよピカチュウ。ピカチュウ欲しいな。ピピと交換して。俺のと交換したい。ねえ頼むよ、ピピ欲しい。ピカチュウ、ピカチュウ逃げてる。ねえかわいい。ニビジムのリーダーたけしは岩タイプの使い手。ピカチュウ走ってるな。ボルテッカイ。あれは岩タイプのポケモンはねえ、草タイプとか水タイプの技に弱い。相性考えないとジムリーダーには勝てないわ。まあ、草タイプいるから。何？ロケット弾がお月見やめて。うん、電話してるんだ。なんだこの人、怪しいな。警察かな、もしかしたら。ねえ、ロケット弾を捕まえるため。ピカチュウ話しかけちゃう、間違って。ゆっくりくつろいでる。基本ね、このゲームね、ドアとか移動して当たるだけでドア開くんですよ。 A ボタンとか押してね、ドア開けようとするとピカチュウに話しかけちゃうっていう。そういうやつ。こんにちは。博物館見学した？まだだよ。え、それは絶対行った方がいいぞ。どこあんの博物館って。こんにちは。あー、涼しい。リビシティは岩山のふもとだからひんやりしてる。ねえ、何ピカチュウ、どうした？ピカチュウ、なんか見つけたか？ピカチュウはなんか見つけた。わー、七の実ありがとうピカチュウ。よーしよしよしよし、顔ペロ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 。汚い。うす。ポケモンのど真ん中にボールを当てると捕まえやすい。んー、やっぱ捕まえやすいってだけなんだね。技を覚える。技マシーンからしか覚えない技もあるぞっていう。技マシーン欲しいな、早く。ジムリーダー倒したら初めてゲットできるかな、多分。早く欲しいぜ。バタフリーだ。私のフリちゃん。一緒に歩いてるとたまに道具見つけてくれる。ねえ、ピカチュウも見つけたよ、いいでしょう。ここかな、博物館って。こんにちは。はいはい、子供は50円ですよ。高い！やだ。次回見ましょう、ここら辺は。よし。さて、ヤドンだ。かわいいヤドン。ヤドン。結構でかいんだ、ヤドンって。こんなでかいの？ヤドンってやったら困ったわね。どうしたの？よかったら、お願い聞いてくれない？いいよ。ニビ博物館行きたいんだから、ヤドンちゃん動いてくれないの。わはーん。ヤドンちゃん見ててくんな？いいよ。出すからは、ちょっとの間、ヤドンちゃんのことお願いね。なにこのイベント。ヤドンだ。かわいい。尻尾と美味しいんだよね、尻尾。食べていいかな、尻尾。しゃぶってみる。ヤドンは、ぼんやりと正面を見つめている。かわいい。ヤドンちゃんと、のんびりした、時間を過ごした。はぁ、幸せだなぁ。なんやでこれ。ありがとう、おだちんよ。マジ？大きな真珠もらってありがとうございます。え、いいんすか、こんなもんもらって。よろしくねって。売ろうぜ、これ、大きな真珠。いくらで売れんだろう。やったぜ。なにこれ、かわいいね、君。ピッピって月から来たって噂してる？月の石が落ちたら見かけるよなと思って。月の石でピッピ進化するんだよね。さあ、ジムだ、ここ。違う、ここじゃない。さあ、フレンドリーショップです。さっきの真珠売っちゃおうぜ。いくらだ、これ。ねえ。いや、4000円ちょっと待って。待って。やばいやばいやばい。あのおばちゃんめっちゃ金持ちやぞ。もう仲良くしようか。もう一回見ましょうかって言ってみる。ねえ、とりあえず買いに来てよ。モンスターボール、ちょっとまとめて買おう。10個買おう、10個。はい。あざーす。あざっす。さあ、プレミアムボール1個もらいました。ありがとうございます。ポケモン、今までのシリーズだったら10個買うごとにプレミアムボール1個もらえるんだよね。だから10個単位で買うといいのかな、多分。弱いポケモンでも一生懸命育てたらいいことあるよって。本当かな？インチキクザイオジさんから変なポケモン買っちゃったよ。すっげえ弱い。え、コイキングじゃね、それ。コイキング欲しいな。水ポケモンとしてね。よし。ということで、では皆様、今回これで終わりましょうか。ね。お金いっぱいもらって僕満足です。さあ、次回はね、ポケモンのジム挑戦、そして博物館探索など、やっていきたいと思います。ね。メンツも変わって、強くなって、ね、いい感じですね。またどんどん新しいポケモン出たら捕まえたりとかして、メンツ強化していきましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画も見てください。バイバーイ。